はっちゃんの部屋着です。これさ、部屋さ暖房つけてるじゃないですか。もう寒いじゃん、冬だから。で、冬暖房つけて、でプラスこの部屋着着てると結構暑い結構暑い。そう、はっちゃんの部屋着です。ショールームやるの本当に2ヶ月ぶりぐらいになっちゃってて、めっちゃ久しぶりだから、ちょっとみんなにもね話すことがたくさんあるんですけど、はい、ちょっとあれですね、久しぶりなんでいろいろ話せたらなと思います。はっちゃん囲まれて配信します。いや、かわいい。こうか。尻尾もかわいいよね。こうか。はい、というわけでね、もうすぐイベントですね。12月9日にクリスマスアニバーサリー、ミヤがショールームってなりました。え、ほんとそうだよねそう、めっちゃレアな配信になってる、マジで。結構あの気まぐれで配信してます。ショールーム好きなので、あの個人的にやってます。普通に卒業したんですけど、 AKB は AKB 卒業後もなんかゆるくやってこうっていう感じでショールームやっちゃってます。これな、何なんだろう、あれ登録とかあんのかな。ちょっとこれ飲みます。すっぱ。イベント楽しみ、本当にめっちゃ楽しみ。イベント楽しみですね。明日もリハーサルあるんですけど、そう、髪形状しますよ。本当に風邪ひきたくないですね。だから結構ちゃんと喉のケアとか、ビタ、それこそビタミン C、 今ビタミン C 飲んだんですけど、ビタミン C 飲んだりとかしてます。なんか最近インフルエンザとか流行ってるじゃないですか。だから結構ちょっと本当に風邪ひきたくないね。風邪ひいたら本当に元もこうもないしね。かわいい。今ね、池袋パルコでちりかわレストランっていうのやってて、これ聞いてほしい。その池袋パルコで今期間限定でちりかわレストランっていうちりかわのほんとレストランがオープンしてて、でちりかわグルメみたいな感じで、なんかこうハンバーグだったりとかスイーツだったりとか、そう、あのね、いろいろお料理が楽しめて、あのチーカーたちのなんていうのレストランでお食事ができるみたいなやつで、でそれ抽選なんですよ。で抽選でなんか事前に申し込んで当たった人だけ行けるみたいな期間なんですけど、今当たったのよ、チーカーレストラン。普通にグッズだけじゃなくてレストランで当たったんですよ。で当たったんですけど、なんかもうとりあえずなんか何大ほんと10規模までとかかな、なんか申し込めるとかで、で、まあ、とりあえずもうちょっと先だからこういつ行けるかわからないし、もうとりあえずこうランダムというか適当に結構申し込んだんですよ、日時を。はい。でそしたら当たったの、当たったんだけど、まさかの
行けなくて、その日程が。そうでもうこれさ、お金払っちゃったら普通に空席になっちゃうじゃないですか。まあ行きたい人が行けなくなっちゃうから、これもうお金払わずにもうそのまま流した方が、行ける人になんか流れんのかなとか思って、もうそのままお金払わずにね、辞退という感じだったんですよ。もうマジ泣いた、本当に本当に楽しみにしてたんだから。チーカーレストラン知ってる？みんな、チーカーレストラン、ちょっとねやばいですよ本当に。知ってますか？もうランチョンマットもだし、コースター、コースターとかもらえたんだ。コースターもだし、これも食べれたじゃん。チーコーのクリスマスパフェも食べれたじゃん。チーカーのクリスマスパフェも食べれたし、チーカーのお子様ランチもおもちゃがついてるんだって。かわいい。こういうの見るともっと行きたくなって、やばい。ぴょんちゃんずっと行きたいやつだろうなと思って見せた。やばいよこれ、行けてたのにさ。マジで、やば。栗まんじゅうのデカンタサングリア、しかもこれノンアルなんかい。栗まんじゅうの休館日ドリンク、スーベニアカップ付き。かわいすぎ。討伐お疲れ様です。ローストビーフ最高じゃない？満足げな8割をサンドイッチにコーンスープを添えて。かわいい、超かわいい。行きたかった、くそ行きたかったよ。誰かもしチーカーレストラン行った人がいたら写真とか共有してください、ぜひ。かわいすぎ。なんか韓国でもあのちいかわのあれやるんだって、ポップアップストア、カフェも。やばくない？かわいい。やっぱこのローの丼欲しいな。ローの丼買って、ローの丼で家でラーメン食べたいな。これ買えばよかったなと思った時あったっけな。あ、そう、それでこの人は、このはっちゃんね、このレストランのマスコットのはっちゃんは普通にグッズショップの入場券だけ整理券取って、普通に池袋パルコに並んで行きました。かわいいでしょ、マジ愛おしすぎてやばい。もうなんかグッズショップとか行くとさ、あれだよね、いろんなもの買っちゃうから危ない。ヤバみ、そうヤバいよね。シールも5個買った。左に写ってるのってヒーローはっちゃんですか？そうです、ヒーローはっちゃんとクリマンです。잠시롯데와노래크리스마스마켓였어근데그한국에서도작몽기치카와팝업스토어한다고들었는데맞아요이기다가와이요으아、このフェイスタオル買ったんだ、そうだ忘れてた。
何に使おうかな、何に使おうかな、かわいい、かわかわかわいいよ。アクリルキーホルダー買えばよかったな。てかアクリルキーホルダー買えばよかったな、全然どこにも書かなかった、かわいすぎ。車郵便局のやつですよね。あ、そうですね、郵便局とコラボしたあの正月の鏡餅のやつですね、かわいいです。そう、でもちいかわのそのちいかわレストランでなんかグッズショップだけなんですけど行ったのは、そのまあ一定の金額買うとオリジナルのショッパーをあげますみたいな。え？あ、え？あ、そかそかそか。え、ちょっと待って。12月4日の23時59分まであれだ、申し込めるから。もう一回申し込もうかな、このローチケのやつ。12月26日から2月13日までだから、これ外れたら結構もう終わりだよね。だって2月13日までだもんね。ちょっとこれもう一回申し込もうかな、ちょっと申し込んじゃい。そうで、なんかこれ一回申し込んだら終わりなんじゃなくて、これ何回申し込めるのかな、その1日に1枠だから何回でも申し込める、何回でもとかちゃんとうまくやれば結構な枠申し込めるんですよね。そうそうそう、だからこれちょっと後でちょっと申し込む。え？何これ、最近 Mac のパソコン難しすぎて、このコピーするところどこクリックしてんのみんな。ティニピン？目は오늘도예쁘다。Thank you. そう、なんで最近もめっちゃチー活してますって話ですね。かわいいでしょ、なんかあれ欲しかった、クリスマスもはっちゃんのやつ。もう無理だよね、スカイツリー行こうかな。コピーはコマンドプラス C で、あのね、そうじゃなくてさ、あのここのなんていうのカーソルでやるやつ。カーソルでやるやつはさ、結構さクリックする場所でさ変わるんですよね、それが難しい、まだ。そう、ってわけで、あ、そうだ、で、みんなに、てかなんかショールームめちゃクリスマス仕様で可愛いですね。そう、で、みんなにお知らせしたいんですけど、あさっての5日、12月5日の19時から、ね、キタリエとウッチーと3人で YouTube ライブやるんで、よかったら見に来てください。そう、クリスマス配信とか、まあ言ったらちょっと日プ
日プがもう少しで来週最終回なんですよ、日プ女子が。なんでちょっとそんな話もしたいかもって感じですね。まあ普通にでもゆるくね配信するんで、5日の19時開けといてくださいね。見てください。アーカイブ残すけど、できれば生で見れる人は見てほしいな。そう、ミャオリエ、ウッチー3人てか昨日のね、しーちゃんとのコラボ動画も皆さんぜひ見てください。なんかゆるい動画です。めっちゃ固まっちゃったよね今。見れてますか？固まっちゃったから見えてますか？すいません、電波が悪くて。しかもなんかこの電波が悪い時にゴッドライトさんからスーパースペシャルアイテムいただきました。ありがとうございます。 Thank you very much。 ゴッドライトさん元気ですか？ How are you ゴッドライト、ありがとう。ゴッドライトさんコメントくださいそう、今ねタイミングがちょうどあれだったね。久しぶりにショールームしたらゴッドライトさんがギフトくれました。みんな元気そうでよかった。でもちょっとね電波が悪くて申し訳ないです。今見えてますか？今は見えてるかな。なんかな、電波が良くないんですよね。なんでだろう。 Wi-Fi 立ってんだけどな、うん、みんなハートとかありがとうございます。手紙とか、やばいやばい、今度充電がなくなって止まっちゃった踏んだり蹴ったりやないかい。今見えてますか？ゴッドライトさんいなくなっちゃった。みんなゴッドライトさん来たら教えてね。お、猫くんありがとう。クマさんありがとうございます。銀色のクマ、クマちゃん、マジでやばい。え？ Wi-Fi 死んでる。あ、ゴトレさんだ。ショールーム久しぶり、ありがたわ。こちらこそありがたわ。ゴッドライトさん元気ですか？顔赤くない？いやだからね、この室内であの暖房つけて、でこのモコモコの八割の部屋着を着てると激アツなんですよっていう。あ、赤みやばい。電波が、こんな電波はね、どうしたんだよ。ふざけるな。
元気だよだって、ありがとうございます。なんか最近ほんとインフルエンザとかコロナまた流行ってるから、みんな気をつけてくださいね、体調管理系。お、メリークリスマスだって、ありがとうございます。お、猫くんまたありがとうございます。イレラコンピュート、マザーマザーマザー、この、근데イレラ Wi-Fi、なんか知らない人の携帯出てきたんだけど、何これ、マジやばいんだけど、一回シャットアウトしようかな。エレラコンピューターマジャー、何本当にムカつくんだけど、ちょっと一回再起動しますね。ライブまだ課題けど、え、本当だよ、みんなイベントの席後ろの方だったんだけど、見えるかな、身長低めとか心配してる。え、あのね、全然見えると思います。てかね、多分一番後ろの席でも本当に近いと思うよ。し、全然全然本当に全然気にしないで。しかも今回は椅子全席あるので、心配せずに、足腰弱い方も座ってみてください。はい、まあね、なんかその前回みたいにちょっとVIP 席じゃないけど S 席みたいな感じでチケットを区切ろうかって話もあったんですけど、まあ、今回はほんと近かったんで、どこの席もフラットにしたんで、はい、全然心配ご無用です。だから背がねちっちゃいとかね、まあ女性とかだったらあると思うんですけど、多分それも大丈夫だと思います。まあ、もし見えなかったらステージのとこ言ってになったでもツインテールして、ツインテールちょっと考えます前列で見るの一緒願いですね、近い、ほんと前列はもっと近い。面白いでも近いし綺麗な会場で、そうなんです。え、で今回ちょっと、そうちょっとファンミの話しようと思ってさ、会場私も下見行かせてもらったんですけど、めっちゃ綺麗です、めちゃくちゃ綺麗です。はい、前回プレミアム席で、今回まだ席確認してないけど、前だったらいいな、ぜひぜひ、もうね、どの席でも楽しめますけども、後で確認してみてください。トナカイのコスプレしても入場できますよね。できます、できます、余裕です、みんなえ、でもさ、まあスポネタバレしますけど、私も結構クリスマス色強いんで、全然サンタさんとかトナカイとか、はい、もう結構なんだクリスマスツリーとか歓迎、大歓迎なんで、はい、そう、オープンしたてなんですよ。だから本当にマジ新築の匂いするし、まあ今まで2回イベントやってきたんじゃないですか、オフラインで。どこよりも綺麗な会場です。はい、
ドンキに買いに行く予定なんて可愛いですね。ありだと思いますね。もうクリスマスですか、今年最後のイベントになるのでね。ニャオのサンタコスみたいな、あれゴッドライトさんはあれ来るのかな、来れるんですか。あとね、そうですね、あのそうそうそう、ちょっと一昨日ぐらいにも一回 SNS では言ったんですけど、なんだっけ、あそうそう、あの先行発売分のあの未入金ね、キャンセルになっちゃった、未入金間に合わなかった人たちの分のチケットが結構あるので、まだもしあのまあ入金本当忘れちゃってた人と、もう一回取りたい人とかね、あと普通に申し込んでなかったけど急遽行けるようなとか行ってみたいよっていう方は、ぜひあの今先着順なんでまだ多分あると思うんですけど、でも私確認した時そんなにもう枚数多くなかったんで、昼はねちょっとまだあと何枚かあったかな、夜は本当あと 2,3 枚とかになるので、ぜひ来れる方は来てください。はい、ねこくんありがとうございます。さっきねこくんさんが猫なのに犬ですみたいな面白かった。雨降らないといいな、2回とも雨降られたからね。なんなら私の卒業セレモニーの日も雨ですね。さすがに次雨だったら本当結構マジでマジの雨、雨率高いというか雨しかない、はあ、行きたいけど行けなくてごめんね。あそうですか、じゃあまたあの来年機会があったら来てください。ミオさんのファミ本当に楽しいのだ、そうやってね言ってもらえると本当にねこっちもね、あやっぱり喜んでくれてよかったなって気持ちになりますね。そうやっぱみんなに会う機会が本当に卒業してからさ、毎週のようにさあのオフライン会とかあと握手会とかもやってたのにさ、あと平日はなんだっけ、平日は劇場を立ったりとかで本当にすごい会ってたんですけど、今なかなか会えないのでね、結構貴重なイベントですよね。こうやってねスパン短くやらせてもらってるのもみんなのおかげなんで、本当になんでちょっとみんな、あとチケット何枚があるんでちょっとあの宣伝してください。まあでも本当何枚結構あのギチギチになっちゃうんですけど、でもやっぱ多くの人に見てもらいたいっていうのはね、まああるので、はい、握手会したい。おお、あそれもいいですね全然。まあでも握手会ってあれでも CD の特典イベントみたいな感じの類だったんで、私が今握手会するってなるとねちょっと、まあ、CD なのか何なのか分かんないですけど、何かの特典としてやった方がいいなと思いますね。うん、そうだよね。そう、こんばんは、こんばんは、かわいいですねアイコン、マングースさん。そうそうそう、なんで皆さんもぜひお友達ちょっと迷ってる人とかいたらちょっと一緒に行こうよみたいな感じでお願いします。はい、でそれとあさっては YouTube の生配信キタリアとウッチーとやるから見に来てくださいねサムネ作んなきゃいけないな、ウッチーとキタリアのなんかサムネでも作ろう。あと昨日のしんちゃんとの YouTube を見てね。でも意外とさ周りでさ日プ女子見てる人が少なくてさ、あんまり話ができる人がいない。これはガチ、みんな見てください。私物サイン会もやったし、あおーやったことない、私物サイン会。何にサインしてもらうんですか、みんな。もしやりますって言ったら
ヤオさんグッズ欲しい。グッズ、まあ皆さんまだちょっと言えないんですけど、今後ねちょっとあのみんなにまた嬉しいと思ってくれるような、はい、ことがあるのでお待ちください。コンセプト表現のドラマ好き、ずっと見てる。わかる。 I don't think ニャ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 も好きだし、 Butterfly も好き。いいよね、わかる。トキシックも好きだしな。しんちゃんとの動画もう3回見てずっと見てる。さすがゴッドライトさん、ありがとう、嬉しいです。テレキューの続編はないのかな。テレキュー見てくださいました？あの韓国と日本の美味しい関係っていう番組、まあ、特番だったんで一回きりだったんですけど、すごい私もちょっとリアルタイムで見ちゃったんですけど面白かった。韓国普通に好きだから、アンミカさんの韓国情報量がやばすぎてすごかったですね。バスタオル海で使える。あ、いいね、バスタオル系。タオルはね、フェイスタオルとかね出したけど、バスタオルは確かにないもんね。うん、来年そこ行こうよ。うん、来年もだね。今年も何回か行きましたね。何回行ったかな、3回。え、でももっと行ったよ、5回ぐらい行ってるかも。行ったんで来年もまた絶対行きます。あ、チェキ帳とかにサインしてもらえると嬉しい。あー確かにね、てかチェキ帳とかあるんだ、ファンの人のあるあるなのか、チェキ帳。まあ今回もね特典会ってチェキ会があるのでね、終演後に。これは来場者限定なのでぜひ来てください。はい、TVer で見てよ、韓国と日本です。ありがとう。あ、そうそう、 TVer でも見れるんで、見逃し配信まだやってるかな、もうやってないかな、もしやってたら見てください。はい、何のレポートバージョンみたいよね。ん、何のレポートバージョン。そう、5回ぐらいは行ってますね。スーパーでのキムチマーク見るようになった、めっちゃわかる。結局アンミカさんは本当にねすごかった。あの音声に乗ってないこと時とかもあったんですけど、ずっと本当に教えてくれたっていうか、ずっといろいろ話してくれたんで、めっちゃ勉強になりましたね。で、マリアマネーさんはなんかめっちゃ韓国の好きなイメージが私あったんですけど、なんか本当前回この間初めて韓国行ったんですって言ってて、それが初めてだったって言って、やっと行けたんですよねって言ってました。はい、お土産がキモい。そう、え、また電波悪いんだけどねえ、電波何、もうやだ、眠くなってきちゃったし。え、見えてますか？これは見えてない、ないと予想。ちょっと待って、やばいな。あ、見えてました。普通にコメントが止まっただけだった。ありがとうございます。ちょっと電波がないんだよね、電波ってか Wi-Fi がないんだよね。あ、あそこかな。あ、猫くん見えてるよ。そうっていうわけでございます。で、本当に顔が赤くなってきちゃった。明日
から月曜日でみんなも仕事だと思うんですけど、みんなさ明日から仕事だったらみんな大体何時ぐらい寝てるんですか？1時2時結構みんな遅いね。もうなんかなんなら寝るとかじゃないんだ。おみくろのスチーム扱ってるようだって。ああありがとうございます。私が初めて単独 MC やったアイリスオヤマさんのミコラシリーズね。意外とみんな遅寝なんだ。マスクとクレンジングタオル2つもらった。ちなみにあのアイリスオヤマさんのミコラシリーズの9点ショッキングショッピングライブの時、うちの母親もあのライブショッピング見てたらしくて、あのあれ買ったらしいです、ストレートアイロン。そうだから意外とあれ見てると欲しくなっちゃうって言ってました。こんにちは、こんにちは、かわいい。コメと顔が全然違う、別人みたい。2つあったけどどっち買ったのかな。ストレートアイロンですね。カールアイロンじゃなくてストレートアイロン。ハチワレは可愛い。てか12月1日にバウンディさんが M ステ出てたらしくて3曲披露したらしいんですけど、私見れなかった、マジで泣いた。うん、見たかったよ。M ステとかって見逃し配信あるのか。このさ、はっちゃんさ、眉毛がさ眉毛がさ、なんかほくろみたい。かわいい。横ありから中継だったんだ。そうなんだ。スタジオで歌ったのかと思ってた。かわいいでしょ。チュッチュこんばんは。見逃し配信はないか。でももう年末であれだね、なんだっけ、歌番組もあれだよね、年末だともう M ステスペシャルから
猫隊から紅白からカウントダウン TV からとかすごいよねきっとね。今週末東京ドームで大きなイベントあるから妙の妙イベント宿と交通手段を押さえておいてよかった。あ、そうなんだ。何があるんだろう。 YouTube とかでの録画配信あるかもだけど。そっかそっか。最近は AKB の夏メロたくさん聞くよ。おお、ありがとうございます。でも AKB もめっちゃ卒業のメンバー多いもんね。私は AKB の楽曲の MV のキッチン巡りもたくさん。そうなの。ありがとうございます。そのイベントでアミナちゃんが AKB のコンサート以来のドームのステージに立つ感じ。そうなの。なんか声優的なイベントですか。アミナちゃん元気かな。アミナちゃん結婚しましたよね。元気かしら。最近の音楽番組時間が長くて困るまあ推しメンがね出る時間帯とかがね読めないとね。確かに。うわ、もう4年前に結婚してるわ。はい、ねえ、ゆきり。ひーちゃんもだもんね。すごいな、大人気。アミナちゃん可愛いからな。猫と一緒に暮らしてる。可愛いよね。てか12月はなんか結構配信とかできたらいいなと思う。先月本当に1回もできなかったし、先々月も全然何回ぐらい 1,2 回ぐらいしかやってきてないから、ちょっと多めにできたらいいなと思います。でもみんな平日とかだと遅い時間じゃないと見れないよね、ショールーム。すごいね、マサルレジェンドさん。はい、すいません、今のは私の充電が消えた10% しかないお知らせで止まってました。ごめんね。じゃあちょっとね、充電もあと 10% しかないのでそろそろ終わりにしようかなと思います。みんな久しぶりなのに見てくれてありがとうございます。今見れるよね。
今見れますよね。今見れますよね。よかったよかったよかった。見れてる人いっぱいいる。ありがとうございます。なのでね、ちょっとイベント前にもまたショールームできたらいいなと思うんですけど、12月9日ですね、ぜひ川崎で皆さんお会いできたら嬉しいです。もうね、めっちゃ楽しいと思います。ちなみにもう企画の打ち合わせとか2回ぐらいしてるんですけど、もうめっちゃ楽しいです。なんか話してる打ち合わせの時からもうめっちゃ楽しくて、はい、みんな期待してください。じゃあ最後にライブ配信でのランキング発表したいと思います。はい、じゃあ第5位からいきますね。第5位はクレさん、ありがとうございます。第4位がトミーさん、ありがとうございます。そして第3位が猫とラーメン、あとミャオダンさん、ありがとうございます。はい、あで2位が猫くんさん、ありがとうございます。猫くんさん、ミャオちゃんにサンタさんが来ますように。来るかな、来ると思いますかはい、みんなパチパチはい、そして第1位が、こちらのクマ、クリスマスクマ様をいただきました、ゴッドライトさんです。ありがとうございます。ゴッドライトさん、ちょっとイベントにはお越しできないという情報をね、さっきねいただきましたけど、ぜひもし次来れたら嬉しいですし、あれだね、ショールームでもまたお話できたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、というわけでね、今日皆さんありがとうございました。本当にごめんね、どうもすいません全然全然、また来れる時に遊びに来てください。はい、皆さんもね、もし来れるイベント来れるよって方はぜひね、楽しみに遊びに来てくれればと思います。そしてね、あさって5日の19時からはキタリエとウッチーと、3人で私のミャオチャンネルで、YouTube ライブやるんで、よかったら見に来てください。はい、というわけで、皆さん日曜日もね、楽しく過ごせましたでしょうか。明日からまた月曜日お仕事だと思いますので、今日は早くねゆっくり休んでもらって、また明日から頑張ってください。私も明日またリハーサルがありますから頑張っていきたいと思います。じゃあ充電もそろそろないのでね。はーい。じゃあおやすみ。ありがとうございます。バイバーイ。